今日はお寺のお話この番組では何回もね、えー、矢とさん高尚寺の方にお越しいただいていろんなお話をお聞きしてるんですが今日は矢とさん高尚寺の木村商店さんにお越しいただきましたこんにちはこんにちはよろしくお願いします今日は大般若経天独祈祷へというもののお話をしていただくわけですね、はいはい、これは何ですか、ねえー、大般若経という経がございましてこちらが膨大なもので、うん、お経が六百巻、うん おおありましてこちらをですね、うん、その社会の平安を祈ったりですとか、うん、皆さん方のそのご健康とかご幸福を願って「うん、え天読」というんですが、うん、その膨大な600の経典を、うん、えたくさんのお坊さんで、うんえー、バタバタとこう仰ぎながら、うん、あー風を起こすんですよね。で、えー、叩きつけて、うんえー、その京付けの上に。 で悪いものを払うということをするんですが。えちょっと待ってください。はい、もう一回教えてくださいね。六百巻のお経,をお経。お経。お経点をこうやって、あの屏風みたいになってます、ね。そう,ですそうです。そうです。こうっと広げてですね。風を起こすんです。で、その天読といって、その。転がす。天は読むわけ。そういうことです。あの般若の十徳といって、お経っていうのは、その。はい おとえするだけじゃなくて、目で見ることも苦毒だし、うん、あるいはそうやって天独といって転がすことも苦毒だし、うん、それは読まないんですか？ええ、す天毒っていうの、目で追いながら声には出さない。<ー>そうなんです。それで風をハンヤの風といってね、起こしてあげて悪いものを払うという。ええ 読み方なんですが、<ー>その写経もそうなんですけどね、書いたりですか、はい、見たりですとか、そういったものの苦毒のうちの一つなんですが、はい、そういうことを正月と五月の九月と、うん、お年三回ですね、お勤めさせていただいてくるんですが、それは九月の五日にございます。九月の五日にあるわけですか。はい、そのお経大般若経というのは六百巻あるわけですから、はい、ものすごい教えが そうなんです,です、ね、膨大な数で文字に起こすと1060億40万の文字で出ておりますので <laughs>、えー、こちらがだいたいその600巻ありますから例えば12のお坊さんだと1人60巻ずつ点読をするんですよね。1> うん、約1時間ぐらいですか お勤めさせていただくんですが、はい、このお経典がもともと1,350年ほど前に当のあ現状三蔵というんですがあの最有期で有名な三蔵この方がお持ち帰りになったお経典なんですがこちらをその、うん、毎年、えー、正月5月9月の5日にお勤めさせていただくという、うん、その儀式がございます。へ<ー>、はい、それはあのー 普通の人は見られるんです毎年その正月5月9月の5日の日の10時からですね、はいはい、本堂の方でお勤めさせていただきますので、はいはい、そちらに来ていただきましたら皆さんご参加いただけますので、はい、そうするとやっぱりその風をこう感じることができれば何かしら私たちも。 もちろんです悪いもの払いますからとにかくやっぱりその参加することに意味がものすごくあるので、うん、まずは足を運んでいただいて、うん、え何やってるのかなって最初分かんないでしょうけどそれでもその参加していくことにいろいろと意味が分かってくるんじゃないかなと思いますし、うん、えやっておけばよかったという。 例えば役払い等等ですよね。うん、なんかあった時にその大きな災い事がたとえ少しでも小さくなるようにとか、うん、自分だけじゃなくてお子さんたちにね、うん、いいものがいくようにということの祈りの時間としてはとても大事かなと私は思っております。土曜日ですね。そうですね。はい。へえ。十時からだか一時間。そうですね。だいたい十一時ぐらいまで。かけて、はい、その六百巻のお経の天読っていう、はい天読

あのそれぞれお坊さんたちが口々にその、えー、悪いものを払うためのご信号をお供えしてますから、はい、すごいね、うんうん、いいですね。ねバタ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 ってわざとこう風を起こすような感じでめ,うん、うん、めくるわけでもないかかかかかガッとやるわけですね、うん、多分ねそういういことですすごいですねこういうのも教えてもらわないとわからないので。うんうんはい あのそれこそお寺に行くきっかけにもなりますよね。うんうん、そうですね。ねそっかあの本堂私何回ももちろんお参りしたことがあるんですけれども高橋重さんその本堂にあのそれこそあのポックリさん、はい、皆さんお参りしていらっしゃいますね。はいあのポックリさんと申しまして長患いをしない下の世話にならないためのご信仰でということでポックリ行けるということでポックリさんの花が <laughs> ついておるんですが、すうんうん、ええー、この方のおお、ご縁日が五日なんですよね。毎月、で、はい、はい、その毎月五日になると、皆さん方が、その、うん。 あヤゴトの地下鉄が人で埋まるぐらいすごいですよねずら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 ずーって繋がってますね駅からすぐなんですヤゴトの地下鉄から地上に出てもうもうみんなお年寄りの方ばっかりですだから迷わないでしょみんな行列ながらもうついていけばついていけばその方たちがみんな内心に来るかというとそのポックリさんのご信仰があってこの仏さんが大随水宮王というんですがこの方にそのお参りをすると先ほど言いました通りポックリ行けるとで下の世話にならないと うん、長わらいしないんだということで毎月5日この方の会う,会うためだけにえ1万人を超える方々がずっと来るんですしでまたその時に「7月参るというご信仰がございましてこの方を毎月1回5日の日にごお参りをしてそのお印をお寺からいただくんですよねあの今でいうそのスタンプカードみたいな感じであれをしていただいて7ヶ月目これでやっと満願ンンといって。 願いが満たされるということで一つおけちみ役を<ー>あなたと仏さんのそのご縁ができましたよというおけちみ役をいただいて、うん、今度このおけちみ役を七つ、うん、えつまり49ヶ月集めると大万願と言ってお寺から和げさがいただけるので和げさそれって,わ若,くても若くないかも,も<う>言ってもいいですかこれと一緒ですからこれをしていただいてお参りしていただくということが 続いてるんですよね<ー>でそれがそのまたずっと皆さんそのお年を召してこられると娘さんが車でで連れてきてきくださるんですよねずっとお参りを続けていくことによってそのお母さんがぽっくりいけましておかげさまでついて私もそろそろいい年になりましたからといって親子リレーがずーっと今日まで続いてるのがこのぽっくりさんのご信仰なんですよね。それぐらいいありががたい方なんですが 私たちもそろそろ、ね。そうですね。四十八。そろそろお参り始めないと、七ヶ月七回やらなきゃいけない。まだまだ大丈夫ですね。まだ大丈夫かな。頑張らなきゃね。はいうん、でも、その毎月五日に必ずお参りに行くっていうのは。はい、本当にこの日に。 あのこれてありがとうございますっこでそういうこと,ですううことおっしゃる通りでその、うん、自分がそのなぜ今日お参りができたかっていうことを考えなきゃいけないんですが、うん、それは当然サンドのお食事も召し上がれたし自分で行くことのできる足があって行けますし、うん、その元気な体があったからこそ,、うん、その月に一度のお参りができたということで今みたいにそのこのご進行が始まった頃は交通網も何もありませんでしたから、うん、当然1日がかり2日がかり来てやっとその仏に会えて、うん、それで お帰りいただくということはできたので、これがずっと今日まで続いてきたことが何よりも寛容かなと私は思っておりますし。しはい。 それいいいつやってもいいんですね、はいあのー、基本的には5日の仏様ですのでできればその5日の日がいいんですがでそう言いながらもその5日以外でもあいつでも受け付けておりますしでそれにおけちめ役は自分一人用だったら一つだけでいいんですが当然7か月参るとそれ49か月だと7冊できるんですが、うん、このうち 6, 6冊は例えば自分のご両親なんか亡くなった時にお金入れてあげたりとか、うん、ご友人だとかいう方入れてあげるとメイドの土産になるという伝わっておりますので。 行かなくち<笑>笑っちゃですね。<laughs> <に>っていうふうにです、ね、<ー>自分だけの信仰じゃなくてそのいろんな近しい方のあの絵を持ってってもらうお土産としては一番私はいいんじゃないかなと思ってますので。のいうこともできるわけですね。んかあのそれこそ御朱印帳と似てますね。そということですね。おっしゃる通りです。はい 話が聞けましたねいま,、はい、まずは9月の5日に、はい、そのもちろんちょうどそのぽっくりさんの5日の日でもありますし、はい、それだけじゃなくて大般若卿天独祈祷へ、はい、これが朝の10時からありますので、はい、悪いものを払ってもらうと、ねはい、いう意味では是非行,、はい、行こうかなって思ってます。うん どうもありがとうございました。ありがとうございました。したやことさん高商地の木村商店さんにお越しいただきました。